お願いします。はい、はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はアミクールの会員様にとても好評いただいてます洗顔の、クレーパックにも使える洗顔をご紹介いたします。はい、ちょっと分かりやすく多めにちょっと取ってます。はい、これはこの半分ぐらいが1回分です。はい、綺麗に、お化粧の汚れをクレンジングした後にちゃんとクレンジング剤と洗顔は別々で使いましょう。はい、こちらがこの中身がこのクレイになります。はい、でこれを、ここ3センチから4センチ3センチから4センチぐらい手のひらに出していただいて、あ、ここ出しますか。あ、はい、はい、出していただいて、はい、はい、で、ちょっとこれって天然のクレーなので、はい、ミネラル成分たっぷりです。3種類のクレーをバランスよく配合しているので、はい、ちょっと均等にお顔に、お顔全体に伸ばしていただいて、お肌がくすみがちの方はちょっと1分ぐらいそのまま放置して、それから優しく洗い流してください。はい、クレイなので、クレイっていうのは粘土なので、毛穴に詰まった汚れとかをきれいに吸着してくれます。なので洗顔をきれいに、きちっとできてれば、その後使う高価な化粧水とか、はい、エッセンスとかもね、吸収がいいので、洗顔は美肌への近道です。はい、はい、これを皆さんどうぞ、会員様が、リピーターが多いクレーパックなのでどうぞお試しください。はい、洗顔として使ってください。はい、ありがとうございます。はい、はい。 Music